ステーキミヤって栃木生まれなんでしょ。お、よく知ってますな。でも行ったことなくて。ステーキミヤのミヤは宇都宮のミヤなんだぜ。あ、そうなんだ。そして2025年には創業50周年を迎えるのだ。おお、すごい。1975年、ステーキの大衆化を目指して宇都宮で創業。そうなのか。最初は栃木県庁の前でお店を開いたのさ。それが移転したのね。今では全国に100店舗以上。群馬にもバッチリありますよ。羽田空港にもあります。マジか。ステーキはもちろん宮のタレも最強だ。なんかいっぱいかけるって聞いたことある。もはや宮のタレを食べに来てるんじゃないかと思う。いや、そこまで。それだけうますぎタレだ。スーパーでも売ってるよね。家用の小さい宮のタレは開けるとき要注意だぜ。え、なんで。油断してると開けたところからこぼれる。何の注意喚起。そしてスープバーのコーンスープがうますぎるぞ。え、今度はスープ。飲みすぎてお腹いっぱいになっちゃうから注意だ。それは自分が悪いんじゃ。ミヤステーキって呼ぶ人もいる。情報がプチすぎる。とまあ、栃木が誇るソウルフードですな。余談だけど、ステーキミヤのロゴって一つ目小僧の顔に見えるよね。いや、どこが。